重景気レッド、重景気ブルー、重景気グリーン、3人合わせて重景気戦隊カエルンジャー。住宅用火災警報器は2011年から全ての住宅で設置に向かされ、11年経ち電子部品の寿命や電池切れなどで火災を感知されなくなる恐れがあります。見た目は綺麗だけど10年経ったら買えるんじゃん。点検するぞ。この動画と東広島市が作ったチラシを参考にして点検してみてください。